木村雅彦、木村雅彦、木村雅彦、1917年、大正6年9月10日から1993年、平成5年4月18日は、日本の柔道家、プロレスラー。ダニーは、行動間柔道7段。荒々しい柔道スタイルから、鬼の木村の異名を持つ。全日本選手権13年連続保持、天覧試合優勝も含め、 15年間腐敗のまま引退。木村の前に木村なく、木村の後に木村なしと称えられ、現在においても史上最強の柔道家と称されること多い。身長 170cm、体重 85kg と、小評ながらトレーニングにより鍛え抜かれた強靭な肉体、爆発的な瞬発力、得意技である切れ味鋭い大外刈りのスピードとパワー。 またこれらを支える1日10時間を超える練習量と、柔道に命を落とす強靭な精神力を武器に15年間腐敗を成し遂げた。だが、戦後、食べていけない時代に、プロ柔道に参戦したこと、さらに、プロレスラーに転向して力道山と、不可解な謎の試合を行い、これに敗れたため、行動感をはじめ戦後の柔道界は、木村の存在そのものを、 柔道師から抹殺し、柔道、プロレスマニア以外にその名を知る者はいなくなっていった。しかし、2011年9月に出版された、京電、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのか、増田俊也著、新潮社官が、ベストセラーとなり、大家総一ノンフィクション賞と、新潮ドキュメントを受賞。木村の名前は一気に、一般世間に知られるようになった。 さらにこの作品は原田邦地下の作画により、週刊大衆で木村の題名で漫画連載二馬車から単行本化され、さらに幅広い層の読者たちが木村雅彦の存在を知るようになってきている。熊本県宝卓郡川尻町、現、熊本市南区川尻出身、幼少の頃より父親の仕事場である河西川の激流の中で、 ザルを使っての砂利取り作業を手伝い、強靭な足腰を育てたとされる。10歳で、古流充実の竹内三刀流充実道場に、通い始め、出稽古も含め1日に5時間を超える練習量で、実力をつける。段位は4段まで第2本部特会から受けた。旧制鎮税中学、現、鎮税高等学校4年、現在の高校1年の年齢には、行動に4段を取得。 全国大会では、大将として鎮税を引き、各市大会で圧倒的な強さで優勝に導き、熊本の街道、九州の怪物と全国にその名を轟かすようになる。1935年、同じ旧制鎮税中学 OB であり、拓殖大学の師範を務めていた、鬼の牛島の異名を持つ牛島達熊の東京の自宅、 牛島塾に引き取られて激しい稽古を受ける。さらに一人でで稽古に回りついたち十時間という練習量をこなし強さを磨いた。牛島は寝技が強く、またランドリ中頻繁に当てみ、パンチを使ったという。牛島は全日本を5回制覇したが、展覧試合には病気で勝てなかった。そのため、弟子の木村にその夢を託したという。1936年。 学生柔道の団体戦として、最もレベルの高い高専柔道大会に、大賞として出場し、拓大ヨカを全国優勝に導いた。また、木村は、非常に研究熱心であり、拓大ヨカ時代に、相手の腕を、帯や道着を使って縛って抑えるという当時としては、斬新的な技術を開発した。現在、世界中でこの技術は活用されている。また寝技だけでなく、 立ち技から引き込み開始をかけながらの腕感、相手が自分の帯を握って頑張っている時に一度逆に振って腕感に極める方法も木村が考案した。全日本選手権の前身ともいえる日本選手権を1937年から3連覇し、さらに1940年に行われた紀元2600年宝宿天覧武道大会でも5試合をすべて一本勝ちという圧倒的な 強さで優勝した決勝戦の相手は石川隆彦。この後も大賞大会含め無敗だったものの第二次世界大戦勃発後の1942年に兵役で柔道を離れざるを得なくなった。しかし終戦後は1947年7月1日に開催された西日本柔道選手権大会に出場するや決勝リーグで吉松義彦。 松本や一を破り優勝を飾って、木村の腐敗上昇を見せつけたほか、翌1948年3月15日の全関西対全九州の試合でも、全九州軍の一員として優勝に貢献した。1949年の全日本選手権でも、ブランクを感じさせず圧倒的な強さで優勝。全日本選手権13連連続保持という、 驚異的な記録を残している。木村の練習量には、その激しさから、様々な逸話定評がある。木村は、死の牛島と共に、本格的に、ウェイトトレーニングを行い、抜群の筋量とパワーを、誇った。そのトレーニング方法は、単に高重量を扱うだけではなく、例えば1 0 0ラムのベンチプレスを1時間1セットで、何度も繰り返す。 仕上げに腕立て伏せを千回行うなどといった非常に激しいものだった。その鍛え抜いたパワーは、障子の三の両端を持って潰すことができ、太い鉛の棒を簡単に曲げたという。また、夏の暑い日、師匠の牛島が木村に、内輪まで仰いでくれというと、木村はその場にあった畳を持ち上げ、それを扇のように仰いで、牛島を驚かせた。 そして両腕を伸ばした状態で肩から手首にかけて1 0 0ラムのバーベルを転がすこともできたという。また、都電に乗った際、いたずらで、釣り革のプラスチック製の丸い輪を腰では静かみにし、端から順に割っていくことがあった。その他に乗り遅れた弟子のために走り始めた都電の後ろにある牽引用の取っ手を掴んで引っ張り、電車を停車位置に戻してしまったこともある。 弟子たちはそれを見て唖然としたという。立ち技の得意技は強烈な大外刈りで、寝技ではあらゆる体勢から取ることができる腕絡みであった。行動間での出稽古ではあまりに失神者が続出するので、木村の大外刈りは禁じられ、後には脱臼者が続出するという理由で腕間も禁じられたという。木村の大外刈りは、 自分のかかとで相手のふくらはぎを打つようにかけるもので一種の打撃技、蹴り技の風体を成していた。百七十センチメートルで八十五キログラムの体格は当時としても柔道家としては大きな方ではなかったが、長身選手の得意技とされるお外刈りを実践的な技として駆使した。また、高線柔道で培った寝技も大きな武器としており、締め技、そもそも込み技も 得意としていた。木村の精神力の強さには定評があるが、その最たるものとして、負けたら腹を切るがある。試合前夜には担当で切腹の練習をしてから試合に臨んだとされ、決死の覚悟で勝負に挑んだという。最終的に15年間無敗で、プロに転向したため、切腹は免れた。1950年2月、内定していた。 警視庁の柔道師範の話を断り、師匠の牛島達熊が旗上げした国際柔道協会いわゆるプロ柔道へ山口俊市を遠藤幸吉らと共に参加する。4月16日には、甲楽園でプロ柔道としての初試合を行い、トーナメントを勝ち抜き優勝する。プロでも木村は一度として敗れず、連勝を重ねていった。その後、プロ柔道は、 地方巡業に出るが、客足は次第に衰え、またスポンサーの経営不振も重なり、給料も未払いの状態が続いた。時を同じくし、妻が肺病に侵されたため、治療費を稼ぐ必要に迫られた木村は、酷訴されることも承知で、国際プロ柔道協会を脱退し、夜逃げ同然にハワイへと渡航した。これは、現地の日系実業家による、 ハワイ諸島での柔道巡業の要請に応じてのものであり、高額の報酬が目的であった。なお、教会の主力選手であった坂部康之と山口敏夫が木村に同調し、脱出したため、国際プロ柔道協会はすぐ後に消滅している。ハワイでの巡業では、腕自慢の飛び入りを相手にしたり、住人掛けといったものであったが、現地では、この工業が人気を博した。 そして契約の3ヶ月人気満了の近く、この人気に目をつけたプロレスのプロモーターに誘われ、木村と山口はプロレスラーに転身した。1951年、サンパウロの新聞社の招待で山口敏夫、加藤幸夫と共にブラジルへ渡る、プロレス工業と並行して現地で柔道指導をし、商談審査も行った。同年9月23日、 加藤幸雄が現地の柔術家、エリオ・グレーシー、ヒクソン・グレーシーやホイス・グレーシーの父に試合を挑まれ、締め落とされ敗北する。エリオは兄のカーロス・グレーシーが前田高生より受け継いだ柔道に独自の改良を加え寝技に特化させたブラジリアン柔術の使い手であった。エリオは加藤だけではなく、木村がブラジルに来る前から日系人柔道家たちを次々と破り、 ブラジル格闘技界のオスとなっていた。その結果を受けて、木村は10月23日に、リオデジャネイロのマラカナンスタジアムでエリオと対戦した。ルールは以下。木村は、エリオの細身の体格を見て、3分持てば、あちらの勝ちでも良いと言いのけるほどの余裕を持って、試合に臨んでいた。エリオも、木村との圧倒的な実力差を生じしており、兄のカーロスも弟に試合前に、 関節技が極まったらすぐにタップするようにと念を押して約束させ、缶オケまで用意したという決死の覚悟で挑んだ。木村ワニアールで得意の大外刈りから腕缶に極めエリオの腕を折った脱球等の暗湯ではなく紛れもなく骨折である。しかしエリオはカーロスとの約束を無視して強靭な精神力でギブアップせず、木村も骨折したエリオの腕を極めたまま。 さらに力を入れ続けた。会場が騒然とする中ついに試合開始から13分後、セコンドのカーロスがリングに駆け上がり、木村の一本勝ちとなった、カーロスがリングに上がり、ギブアップをしない、エリオの代わりに木村の体をタップ。代理のタップのため審判と揉めるも、すでに決着はついていると双方認めたため決着。詳細は、 木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったかに詳しい。後年に木村はエリオのことを何という闘魂の持ち主であろう。腕が折れ、骨が砕けても戦う。試合に分かったが、勝負への執念は私の完敗であったとその精神力と武道家としての態度を絶賛している。なお、腕感がブラジルやアメリカで木村ロックあるいはターンに木村と呼ばれるのは、 この試合が由来である。エリオが木村の強さに敬意を払い名付けたとされる。激闘から半世紀の歳月が流れた1999年の秋、エリオはプライドグランプリ2000開幕戦に出場する息子ホイスと共に記者会見に出席するため初来日を果たした。その際、行動官を訪問して資料室を見学し、すでに個人となっていた。 木村の写真を見て、目に涙を浮かべ、日本に来られて本当に良かったと語ったという。2009年、エリオは95歳で、その生涯を終えたが、晩年には、私はただ一度、柔術の試合で敗れたことがある。その相手は、日本の偉大なる、柔道家、木村雅彦だ。彼との戦いは私にとって生涯忘れられぬ、屈辱であり、同時に誇りでもあると語っている。 グレーシー博物館には木村と戦った時に来た同意が飾られている。帰国した木村はプロレスラーとして力道山とタッグを組み、1954年2月19日にはシャープ兄弟と全国を14連戦した。試合は日本テレビ NHK によって初めてテレビ中継された。しかし、このシャープ兄弟とのタッグ戦において、 木村は毎回ホールを取られるなど引き立て役とされたことに不満を募らせ、朝日新聞史上で力道山相手にも真剣勝負なら負けいと発言した。この記事に力道山は激怒して、結果としてプロレス日本一をかけ、昭和の岩流島と称して両者が戦うこととなった。だが、この戦いで木村雅彦は謎の小負けとなる一戦を退くこととなる。この試合は、 そもそも力道山側によるレフェリー、ハロルド時の選定、木村側のみ当て見禁止という力道山側に有利なルールで行われた。木村側の証言によれば、本来この試合はあくまで勝敗の決まったプロレースであり、東京をはじめ大会場で両者勝敗を繰り返しながら全国を巡業する予定であった。しかし、初戦で力道山が その約束を保護にして突如と殴りかかり、戸惑った木村が越されたとされる。現存しているビデオ映像、木村有利の場面はカットされているでは、以下の流れが確認できる。この試合においての木村の敗北は、プロレスを甘く見ていた結果と、力道山側の騙し打ちといった両方の見方がある。その後、木村と力道山の再試合が組まれることはなかった。 さらに後日それぞれの後ろ盾の暴力団同士の仲介で手打ちが決まり和解することとなった。後に木村はプロレスラーとしての活動は乗り気ではなく力道山の引き立て役を嫌がっていたことを証言している。また屈辱的な敗戦の後に力道山と金銭で和解したのはすべて妻の結核が理由でありアメリカ製の効果が 薬ストリプトマイシンの費用を捻出するためであると語っている。なお、この薬のおかげで、妻は命を取り留めた。作家時代の井野瀬直樹は、晩年の木村を取材した結果本人から、力道山は、俺が呪い殺したという趣旨のコメントを得ることができた。1959年、ブラジルの先輩、矢野武雄からの手紙で、グレイシーの弟子との対戦のため、ブラジルに旅立つ。 エリオ・グレイシーの元弟子であるバルデマー・サンタナと決着は参ったタップか締め落とすの柔道をジャケットマッチで2試合戦いに連勝。サンタナに裸でバーリトゥード、グローブなしの打撃ありで戦いたいと要求され戦う。全然日に左膝を痛めてまともに歩けない状態だった。しかし、試合内容で圧倒し逃げるサンタナを叩き続けたが、 結局40分引き分け、翌日の地元新聞各紙は、サンタナは、片足の木村に負けたと揶揄する論調だった。1961年、再び柔道界に戻り、拓殖大学柔道部監督に就任。後に全日本柔道選手権大会発射となる、岩釣り県政らを育て、1966年には、全日本学生柔道優勝大会で、 卓殖大学を優勝に導いた。1983年、卓殖大学柔道部監督を優退する。1985年出版の著書、我が柔道の山下康弘との対談では、物議を醸した1980年の山下と遠藤澄夫との試合は、明らかに、君、山下の負けとした上で、強いんだから全日本選手権を10連覇しなさいと、述べる。 1993年4月18日75歳で死去。墓地は熊本市南区野田の大事前寺にある。プロとしての活動期間があるため、後に柔道界に復帰し、母校拓殖大学の指導をした後も、行動官は最後まで木村を七段から商談させず、柔道伝道にも入れていない。しかし、1951年に、ブラジルでエリオグレーシー戦闘。 現在の総合格闘技の先駆であったともされる。15年間腐敗、またその人並み離れた逸話から、木村はしばしば史上最強の柔道家と評価される。同じく、史上最強と評価されることもある、山下康弘と木村両方の前世時代を知る広瀬岩尾、1941年の日本選手権覇者は、今、山下君が騒がれているけれど、 木村の強さはあんなものじゃなかったよと言い、1948年の全日本選手権を制し東京五輪監督も務めた松本康一は絶対に木村が史上最強だ。人間離れした強さがあった。平心区も山下も含めて相手にならないと語っている。全三角締めの開発者として有名な高専柔道出身の早川勝る。 旧世六交帯は、比べ物にならない。山下君も、確かに強いけども、僕らの時代は、木村先生と何十秒間試合できるかというが、話の種だったと語っている。同じ苦労者の前世児を見ている、柔道新聞士官の工藤大介は、技の切れ、過ごせからすれば、やはり、木村君だと評している。直木賞作家の寺内大吉も、戦中の木村柔道を、僕は、 ほんの2試合ほどしか見ていないが、それでも鬼の正彦を実証する強さだった。もちろん比較はできないが、山下康弘より、はるかに上位を行く強力であったと思うと語っている。卓大に留学経験があり、40歳代の木村と乱取りもしているダグロジャース、東京五輪重量級銀メダリストは、今の柔道家では、木村先生に勝てません。ヘイシンクトルスカです。 彼らでも無理ですねと語る。木村の相手子で全日本選手権覇者でもある岩釣り県政は現役時代に五十歳の木村とやっても寝技では全く歯が立たなかったとし、木村先生のパワーには全然かなわないと思いますよ。山下君にも間違いなく腕感を極めるでしょう。これは断言できます。私でも、ロジャースでも寝技でボロボロにやられましたからと発言している。 同じく木村に稽古をつけてもらった、弟子、倉本浩二、モントリオール五輪系中量級銀メダリストは、山下とは全然問題にならないです。立っても寝ても腕間一発ですとしている。造本は他に、僕が五輪や世界選手権で戦った選手たちより50代の木村先生のパワー、圧力の方がずっと強かったですから。現役時代の強さは想像もできないですよと述べている。 拓殖大学の後輩で極真空手の創始者である、大山マスタツも実際に、木村の試合を観戦しているが、木村の前世紀であれば、平進区もルスカも3分も持たないと断言できると、述べている。ブラジルに木村という充実イメーカーがあった。襟の固いことで知られる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。